街を襲う魔物たち、そこまでです。太陽の輝き胸に秘め、闇より出でし魔物を撃つ陽光の使者、聖騎士リッカ、ただいま参上。さっきの芝居がかった喋り方は何か意味があるの？それにわざわざ高いところに登らなくても。え？あれは兵士の皆さんに元気を出してもらいたいと思って。私、お姉ちゃんと一緒に見たサビ芸人さんのお芝居を真似てみたんだ。物語に出てくる英雄はいつも高いところから登場するんだよ。そういうものなの。魔物が屋根の上にもいる。
この先にはしごがあるわ。そこから屋根の上に登れそうよ。渡っていったらどうかしら。大変のタイミングを見計らって飛び移ればいけるはずよ。停泊している船が燃えているわ。港町の方たちにとって船は大切なもの。守らないと。Yeah!
装備も立てて長いの。精鋭なんて言うだけあって、しっかりした装備をしているわ。部活に飛び越えようとすると、長い槍で撃ち落とされてしまう。思い切って近づいて戦った方がいいかもしれないわ。隠れていかない。戦士だ精鋭だなんて言う割に、せこい真似するのね。